第2グループの方々は練習を開始してください。長野市のホワイトリングはもうすっかりお客様で埋まっています。 Here's the skating order for group 2. Number 5, Katerina Belankova and Otto Dolabla. 第1組が終わりました。スポーツの要素、男女2人のコンビネーション、ペアのフリーは4分30秒の演技があります。第1組に日本の新井天野ペアが出場しました。それでは新井天野ペアの演技をまずご覧いただきましょう。4組滑り終わりまして、日本の新井天野ペアは第4位ということになっています。さあ、それではこのペアの一昨日終わりましたショートプログラムの終わっての成績、現在の順位を確認してみましょう。1位はロシアのカザコーワ・ドミトリエフ、そして2位がベッツェル・シュトイヤー、3位ロシアベレズネーヤ・シハルリデペア、そしてアメリカのイナ・ダンジェン、5位にエルソーワ・ブシコフ、6位メノー・サンド、ロシア勢、アメリカ、そしてドイツが上位を占めています。フランスのアビトボル・ベルナディス、さらに中国ペア、ドイツのシュワルツ・ミュラーペアが9位、10位にポーランドペア、そしてカナダの2つのペアが続いています。さらにウクライナ、チェコ、オーストラリア、16位にハルトリーナ・クルコフ、それからフランス、そして18位、さらに日本の新井天野ペアがショートを終わって20位という成績でした。上位のロシア勢のその一角を崩すことができるのかドイツ、またアメリカ、京子、イナ・ダンジェンペアのメダル獲得はなるのかどうか。フィギュアスケートでは今日初めて金メダル、銀メダル、銅メダルが確定します。あと1分というコールがありました。第2グループ、ここも4ペアが滑ります。まずチェコのベランコーワ・ドラボーラ、カザフスタンのハルトリーナ・クリコフ、そしてウクライナのフィロネンコ・マルシェンコ、オーストラリアのマグレイス・カー兄弟ペアです。ショートの順でいきますと13位から16位のペアが出場します。第2グループ、グループ2です。14の国と地域20ペアが参加しています。このフリーでいきますと時間は4分30秒、男子シングルとほとんど同じということで女性には非常に厳しい長い時間になります。で、おとといのショートプログラムと違うところは女性を放り投げるスロージャンプが登場します。それから女性を持ち上げる、肩より上に上げますリフトがもっと多くなって3回ないし4回出てきます。2人のコンビネーション、ユニゾンがどう調和されているか、このあたりもぜひ注目してご覧いただきましょう。